立憲民主党国民民主党合流案、新馬幹事長がぶチ切れ、共産党は宮城1区から4区まで野党共闘で校舎を立てない方針ということでですね、本日は、まあ、野党の選挙協力体制について触れていきたいなと思います。最近です、ちょっといくつかえトピックなど出てきておりまして、 まあそれこそですね、まあ、国民民主党がですね、まあ、先日、まあ、の自民党、そして公明党とのトリガー条項をねめぐるこう協議からまあ離れたっていうところで、しかも国民民主党はね結構、自民党の今こう裏金疑惑みたいなところで厳しい、えー、姿勢を取っていると、まあ、そこでじゃ国民民主党は、ね、ちょっと自民党に近づいていたのか、あそれまたちょっとひざまか出てきたのかなみたいなところで、えー、どういう立ち位置になるのっていった時に、いろんなね、えー、立憲の幹事長、岡田さんがね発言されていたりとか、まあ、そこでいろんな動きが出てきていると。で さらに、まあ、共産党も田村新委員長に代わられて野党共闘を、ね、進めていくみたいな、えー、ことを言われておりまして、まあ、そこで、まあ、立憲と共産党の選、ね、挙、えー、協力体制について宮城県内でも出てきたというところがありましたので、えー、そちらを触れていきたいと思います。はい えっとまずですね、まあ、先日、この動画でも取り上げましたけども、衆、え、院、ー、の補欠選挙、柿沢ミトさんのね、えー、穴を埋めるための選挙で、えー、東京15高選に国民民主党が擁立をしたと。で、そこで、えー、国民民主党の浜野選対委員長から、まあ、立憲民主党の大口選対委員長に、えー、この東京15公選、まあ、国民民主党とね、まあ、協力しませんかと、えー、そういったね、要請があったと。 なので、国民民主党は東京15区で立憲民主党にね、応援してもらう代わりに、まあ、島根1区、長崎3区は出す予定がありませんっていうふうにこう言われていると。まあそういう状況なんですね。はい。まあそんな中で、岡田幹事長がですね、まああの、2月の10日に言いました。考え方を改めて、野党がまとまっていくべきだと考えるなら、懐たく対応してきますよと。 え言われてるってところで、まあ、要するに国民民主党さんが、ねえー、これまでの,あのスタンスを、ね、反省するなら全然立憲民主党とえまとまっていってもいいですよというです、ねまあ、そういった趣旨の発言をされまして、まあ、国民民主党支持者が、ね、上から目線だと言ってブチ切れていると、まあ、そういった状況がございました。で2月の11日にもです、ね、岡田幹事長はまあもう1回、ね、大きな塊を作っていくというところを、ね、BS テレ東の番組でもえ言われておりまして、まあ、そうすると、まあ、立憲と国民民主党を分かれると、まあ、連合もね分裂していたんです ですけどもまあ、今回、連合も1、ね、本で応援しやすくなるというところで、まあ、そういったところも歓迎されているという状況ですね。で、まあ、維新や共産党との校舎調整というところに関しては、まあ、自民党を減らすっていう議自民党の議席を減らす共通の目標があればえできるんじゃないですかというふうに、えー、言われているんですけどもじゃあ、この発言を受けて、まあ、国民民主党の支持者はぶちギれていたんですけどもじゃあ、実際所属している、えー、議員 えー、にはどう思っているのかってところなんですけども、えー、2月の12日、えー、国民民主党の第4回定期党大会が、えー、開催されました。で、これはね、国民民主党の YouTube とかでもね、あのー、ライブ配信という形で、こう、実際動画なども残っておりまして、まあ、その発言内容と確認することができるんですけども、で、僕はちょっと新馬幹事長のね、パート、えー、見ました。えー、最後に、ある方が考え方を改めるなら一緒になってもいいと言われました。 大きなお世話ですって、めちゃくちゃ切れてますね。最後にある方が、これが岡田幹事長のことで、考え方を改めるなら一緒になってもいいと言われました。大きなお世話ですって、これね、動画見たら分かるんですけども、大きなお世話ですの前、めっちゃマーク出ました <laughs>。考え方改めるない一緒になってもいいと言われました。 大きなお世話ですみたいな感じでめっちゃ負けてましてでしかもね大きなお世話ですって言った後、まあ笑いと拍手が起きたりしてたんですけどもあのね めっちゃ笑いししました <laughs> 新馬幹事長大きなお世話ですて言ったと新馬幹事長の笑い待ち拍手待ちをしてその後に我々はそういう上から目線の政治ではなくて皆さんと同じ目線で今苦しんでいる一人一人と同じ目線で下から下からの政治を掘り起こしてきたというふうに言われておりましてまあ新馬幹事長最近ね記者会見とか結構あの話題になっていて結構ニュースとかにもね取り上げられたりもしておりますけどもまあ今回もねあの一つなんかそういったところでまあニュース バリューみたいなのを出してきたのかなといいう,うに見て,て思いまししたねしかもね、最後にある方がってた、新馬幹事長の,この発言の中の最後にわざわざこの部分を持ってくるっていうですね、まあ、ここもやっぱうまいなという,ふうに思ったんですけどもで、さらに最近ですね、立憲民主党の、まあ、泉代表が、えっと、去年の年末ぐらいから、えっと、ミッション型の政治、まあ、ミッション型内閣みたいなところを提唱されていて、まあ、今、自民とか、 に対峙する上で、まあ、こう国民民主維新だったりと立憲民主党共産党で例えば外交安全保障とか憲法に関してはま,あまとまる気配がないと。 なのでそこの部分は一旦棚上げといて、まあ、企業団体献金の禁止だったりとか教育無償化とかそういった部分で実際実現するような内閣をやっていきましょうとえミッション型の実現するなんか内閣を作っていきましょうは立憲を中心にみたいな感じで、ね、言われているんですけどもそれに対して新馬幹事長は全否定する絵に描いた餅だと思いますというふうに言われていて。 じゃあなんでね、この泉代表のミッション型内閣をね、えー、否定されているのか、まあ、これは民主党政権失敗の大きな反省があると、はい、でなんで民主党政権、ね、失敗したんですかっていうところで、新馬幹事長が挙げられていたのが、沖縄の安全保障政策で、まあ、そこで、まあ、もう意見が合わずに一部の政治家が離れていったと、それが民主党が、ねえー、崩れかけていった要因ですというふうにえ言われていて。 まあ言ったらエネルギー、憲法、安全保障、こういった国家の基本政策をまあ一緒にね、ああどういうふうにやっていくのか共有せずに、選挙のために勝てるような政治っていうのは、国民に対する愚労ですよと、だからエネルギー、憲法、そして安全保障を一緒にしないで、なんかできる教育無償化だけなんか一致して自民党を倒していくっていうのは、これ、選挙のために勝てるような政治なんじゃないですかと、政治家が就職活動のようにえ選挙に。 えー、勝つための政治ではなくて、国民のために政策を実現する政治をやっていくべきなんじゃないですかと。はい。なので、私たち国民民主党は同じ理念を持った正しい塊を大きくしていきますと。とにかく国民民主党を大きくしていきますってところで、えー、言われていたっていうところで、まあそういった感じで、だから国民民主党とね、だから立憲と国民民主党が合流するんじゃないかみたいなね、合流案みたいなところがね、一つちょっと最近話題になったんですけども、まあそこを全否定するような発言をされていたっていうような感じです。はい。 えちなみに国民民主党の発言でいくと,、えー、と2025年の参院選来年の参院選で比例500万票を目指していると全国比例区で5議席を狙えるというところで、まあ、言ったら、まあ、大きな、ね、連合の組織票、まあ 候補が大体国民民主党ね、毎、えーまあ、回4人出てたりしてるんですけども、えー、2022年の参院選に関しては、えー、3議席しか取れなかったと、なので、一人、や田わか子さんがですね、まあ、連携連合系のや田わか子さんが、えー、落選してしまって、えー、落選後にや田わか子さんが首相補佐官に、えー、任命されるというところで、ますます国民民主党が自民党に近づいたんじゃないかみたいな感じで言われてましたけども、そもそもだ4議席だったり、まあ、5議席取っていれば、そんな問題も起こっていないというような感じで、まあ、とにかくこの来 来年までにまあ500万ぐらい取れる政党にしていきたいというふうにえ言われておりましたと。で、まあ、その中で国民民主を大きくするという例の中で、今、この党大会中にもえ埼玉県の新座市議選で戦っている人がいますというところで呼びかけなどを行われていたというようなえ感じですね。なのでまあ立憲民主党、国民民主党、ね、この協力関係みたいなところが、まあ、あの東京補欠選挙とかでまず行えるのかどうかというのも、ねえー、注目ですし、まあ、中国ですね、中国の補欠選挙で行わないのかも注目ですし、まあ、今後こちらというのがまたまたニュースた。 か。多分この発言を受けて、多分岡田幹事長が発言されて、またニュースになってくるのかなと思いますので、えー、ちょっとアンサー、ね、岡田幹事長のアンサー記者会見もね、ちょっと注目なのかなと思います。はい そして、共産党さんのにもですね、ちょっと動きがございまして、宮城県で動きがありましたと、共産党の宮城県委員会の中島県委員長の発言が記者会見とかありまして、5区以外で擁立する予定は当面ないというふうに言われたんですね。一応、共産党は宮城5区だけ擁立して、それ以外は立憲民主党がね、補者立っているんで、そこには立てないという選挙協力していきますよというような形ですね。はい。でね、 ちょっと、あれ、共産党と立憲、宮城、仲いいんだっけってね、思われた方、いらっしゃるかと思います。そうです、えー、前回の,あの仙台市議選ですね、えー、ここで、あのー、鈴木すみえさんとあの吉田さん騒動というのがありましたと、はいえー、立憲民主党の鈴木すみえさんが、こう文書パクリ騒動というのが、えー、っとございまして、 あのー、共産党の庄司あかりさんね、庄、ま、司、あ、あかりさんが、えっと、前回の仙台市議選の際に引退されて、えー、夫である吉田豪さんにね、ここは代わられたという形なんですけども、まあ、パクられたという、えー、ところを主張されましたと。はい、で、庄、え、司、ー、あかり市議が立憲民主党鈴木住江さんの、えー、文章がね、完全に似てますよと、ほぼ一緒じゃないですかというところを、ねえー、指摘をされまして、それに対して、えー、立憲民主党鈴木住江候補が、 KY 党の妨害にいちいち対応していては、希少な体力と時間が奪われてしまう、妨害は市民が判断するものですというふうに言われまして、共産党のことをね、KY 党って発言されたということで、まあ今見る限りだと、あのー、めっちゃ空気読んでますけどね、共産党は次衆院選の立憲に対してめちゃくちゃ空気読んでいくから4区立てませんっていうふうには言ってますけども、えー、当時 KY 党っていうふうに言われて、まあ共産党大反発、えー、共産党宮城県連だ、 が、えー、立憲民主党の宮城県連に直接抗議しに行くっていう、えー、形で、だこれがね、野党共闘の体制がね、崩れるんじゃないかみたいなところを、ちょっと、えー、騒がれましたと。はい。 ちなみにね、僕、あの、仙台市議選見たとき、庄あかりさんねえ、聞いたら、あの、この騒動をね、えー、支持者とかどう思ってるんですかって聞いたら、そもそも支持者が結構高齢の方が多くて、あの、KY っていうワードを知らないっていう。だから、この KY 党の妨害にってワードが何がこうね、問題になってるのかっていうのがあの、理解してないっていう、あの、そういった状況でございました。 でそれに対して鈴木候補が、まあ、混乱をお詫びして、まあ、お互いねツイッター、Twitter、でこれ以上やり取りは良くないんじゃないですかっていうね正直に言われたってところなんですけども出ました。えー この内容については謝罪をせずに、あの、混乱させたことをお詫びするというね、政治家のやり口ですね。はい。えー、それに対して正直に言が、これ謝罪になってないと、えー、文面が酷似した件認めるんですか、認めないんですかと、誹謗中傷、KY 党って言われたことへの謝罪は、という、えー、ところをね、かなり言われておりまして、えー、そして鈴木候補はですね、このツイート、えー、KY 党のね、えー、ツイートを消しまして、で、消すとまたね、炎上は起こってってとこで、で、この謝罪文がね、こう、復活したときに、 えー、新しいツイートをするときは、古いものを消すものだと思ってたっていうね、よくわからないあの発言などもされておりまして、あのー、謝罪ツイートを1回あげたんですけども、それが消えましたと。これがまた炎上してたんですけども、えー、新しいツイートをするときは、古いものを消すものだと思ってたっていうですね、えー、そういった発言などをされておりました。で、最終的に、鈴木詰江候補、そして鎌田沙莉衆議院議員、 えー、そして鈴木さんの選対部長が、まあ、直接謝罪をされて、えー、和解されましたっていうね、他にもね、この文章だけじゃなくて、ホームページの内容とかも、厚労省のホームページの、えー、無断提供とかもしていたっていう、えー、ところで、えー、ちょっと話題になったりもしていたんですけども、まあ、ここはかなり、えー、注目をされました。はい、で、一応鈴木爪候補は、この仙台市議選で、ね、この騒動があったんですけど、結局当選したんですよね。 で、なので、吉田剛さんと鈴木すみさんが、そのまま今ね、仙台市議会にいるっていう、えー、状況なんですけども、一応この件は影響なく、野党共闘に進んでいるっていうような感じですね。で、当時僕が仙台見に行った時には、えー、立憲民主のね、こう地元の議員がこう集まっている、えー、一斉にね、鴨、えー、田さゆりさんの衆議院の小選挙区の中にいる人が全員集まってたんですけども、えー、鈴木すみさんだけ表に出ずっていうですね、えー、そういったえと状況でございましたと。はい。 でそんな中で、まあ、今回共産党が1区から4区まで立てないというところで、まあ、次のね、ちょっと衆院選の注目選挙区、これは宮城4区かなというふうに、えー、僕は思っておりまして、えー、環境大臣の伊藤慎太郎さんに対して、まあ、立憲民主党の、ね、重鎮であります安住淳さん、元財務大臣ですね。まあ、こは挑んでいくと。でしかも、えー、今回宮城って元々えっ、ー、と1区から6区まであったんですけども、10増10減で、 1>, 1区から5区までになったんですよ。はい。なので、選挙区1個減ってるんですね。なので、伊藤慎太郎さんと安住潤さんって今まで戦うことってなかったんですけども、えー、今回、区割りの変更とかもあって、もう選挙に強いえ伊藤慎太郎さんと安住潤さんの直接採決っていうえところになりますと。はい。で、えー、そこで今回共産党が出ないってことは、安住潤さんにとってのプラスになっていくのかなと思いますし、しかも安住潤さんはね、東京都内で。 まあ連合東京に比べて共産党はリアルパワーだって言って共産党を用意するようなねえ発言もされてえーいる方なので、かなりねまあ野党共闘とかも進めていってるようなえ方にはなっているんですけども、ここはですねまあ安住淳さんにとっては追い風になる動きなのかなと思います。ちなみにえっと宮城4区で えー、いらっしゃった早坂敦さんが、えー、と5区、えー、2区宮城2区のほうに移動されまして宮城4区に関しては佐藤雄一さんというも、えー、ともと石巻の市議会議員をやっていてでかつ、えー、この前の宮城県議選で落選された方ですね、えー、この佐藤雄一さんが今回宮城4区のほうに出てきくるというような感じでございます。はい で維新だけでいくと、宮城県内では5区の,あの方で、新しくです、ね、元立憲民主党の、えー、県議、もともとみんなの党で始まって、えー、最終的、立憲民主党の県議をやっていた酒井さんというです、ねえー、方が、えー、今回5区から維新出られているところで,、はい、で、宮城5区だけは立憲民主党立っていないんですよ。小野寺一郎さん、元防衛大臣の小野寺さん、そして、えー、共産党の方、そして維新というような形になるんで。 まあ、維新からすると、立憲がいないと、まあ、赤敗率は上がりやすいっていう状況の中で、この、ね、貴重な東北ブロックの比例復活争い、ここは注目なのかなと思います。普通に見上げで考えると、まあ、えー、仙台市内の方がね、維新は相性いいと思いますので、まあ、都市部の方がですね、票を得やすいのかなと思うんですけども、構図だけでいくと、まあ、この立憲が立っていない僕、まあ、小野寺さんが強すぎるんでね、まあ、そこは何とも言えないんですけど、まあ、ここはちょっと注目なのかなと思います。はい。だから、立憲からするとね、めちゃくちゃ大きいというか、 まあ、例えば2区に関してはね、鎌田小百さん、前回小選挙区で、えー、当選しておりますし、で相手がね、秋葉賢さんがね、ちょっといろいろあってあの、今本人もねあの、そこでちょっと逆風の中で、えー、鎌田小百さん戦うことができるっていうところですね。そして1区の岡本さんとか前回ね、もうかなり大接戦で、えー、僅差で敗れていたんですけども、まあ、共産党出ないことは岡本さんにとってもかなり追い風なのかなと。えー、そして3区の柳沢さん、えー。ここに関しては、も、えー、ともとアナウンサーの方で、前回はね、 まあ圧倒的に自民党の方が、えー、と語れていたんですけども、こうアナウンサーというところでどこまで追い詰められるのか、ここはちょっと注目なのかなと思うんで、まあ、結構、宮城の小選挙区もね結構、注目なポイント、まあ、特に4区に関しては注目な選挙になるのかなと思うんですけども、も、えー、この動きというのは注目でございます。で、共産党さんの宮城だけでいくと、えー、と宮城の比例票の目標を12万票と掲げておりまして、得票率10%以上を目指していくと、はい。で、一応ですね、衆院選の東北ブロック、ここで1議席を共産党で取るというところが、1つ、 目標にありまして、でえっと、前回もトークブロックで1議席取ってたんですけども、そこを維持するっていう目標の立て方をしてますというところで、まああの、共産党もね、田村智子さんになられて、まあ、最終的にどういう結果になっていくのか、まあ、次の衆院選、かなり注目なポイントになっていくのかなと思いますので、えー、今後、野党の協力体制ですね。はい まあ、もともと最初、泉さんがね、共産党と協力しないって言ったところから、逆に揺り戻して、どんどん協力していくっていう流れになってますけども、えー、ね、ましかも、京都市長選挙ではね、またなんか、立憲と共産党の支持者で、なんかバチバチし合ったりとか、えしますけども、え最終的にどうなっていくのか、え注目でございます。えぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。